ちはちゃんぽんです。さて、冒頭で流れたこちらの曲、有名なビッグカメラの CM ソングで、東京の池袋の内容ですが、私のように関西に住んでる人でも聞いたことがあるっていう人は多いんじゃないでしょうか。このビッグカメラの歌の歌詞が、池袋という街を端的に分かりやすく、かつ印象的に表現しているということで、池袋に行ったことがない人でも、へえ、そんな感じなんやっていう風になりますよね。歌の中にも出てくる、東が西部で西が東部の理由が気になったため、今回ちょっと調べてみました。池袋駅は JR の他にも西武池袋線と東武東上線が通ってます。西武にしても東武にしても、この池袋の駅が両社最大のターミナル駅で、いずれの駅でも1日の乗降者数が約50万人にも達するそうです。そして実は西武と東武のうち先に駅を作ったのは東武の方だったんですね。ということは、この東武が東っていう字が入っているのにもかかわらず、先に山手線の西側に駅を作ってしまった。だから東武のせいで不思議な不思議な池袋になったんかとはならないんですね。厳密に言えば、東武東上線は駅ができた頃はまだ東武という名前ではなくて、東上鉄道という名前の鉄道会社だったんです。後にその東上鉄道が東武鉄道に合併吸収されるんですね。まあそれでも東上っていう名前で東っていう字が入ってんねんから、もともとある山手線の東側に駅を作った方が分かりやすかったんちゃいまかと、こう思ってしまいますが、この東上の東っていう字は方角を表してるんじゃなくて、東京という地名を表してるんですね。じゃあ上上っていう字は何を表してるのかっていうと、上州群馬県のことですね。つまり東上鉄道っていうのは、東京と群馬をつなぐ鉄道っていう名前の鉄道会社の名前だったんです。東京から群馬に行こうとすると、まあ大体北西に向かって行きますよね。山手線の東側に駅を作ると山手線をまたがなくちゃいけなくなってしまいますので、だから山手線の線路の西側に駅を作ったと、こういうことになるんですね。なるほど、東上鉄道、今の東武東上線の駅が東っていう字が入っているにもかかわらず、山手線の線路の西側にある理由は分かりました。じゃあもう一方の西武鉄道がなぜ山手線の東側にあるのか、まあ、こちらもねセットで気になります。西武鉄道だって西側に線路が伸びていってるので、西側に駅があった方が便利だったんじゃないかなと思います。でも東側に駅ができた理由は単純で、西側にはすでに東上鉄道が駅を作っていてスペースがなかったから。あともう一つの理由としては、西武鉄道も当時は武蔵野鉄道という名前で、その時は別に西っていう字は入ってなかったので、線路の西側っていうこだわりもなかったからなんですね。なるほど、勉強になりました。今回の内容は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。